コーン CC、 どうもシダです。本日もね、マリオカート8デラックスシティやってきてます。第1レース目はマリオスタジアムということでやっていきたいと思います。行きましょう。さあ、ということで皆様お久しぶりです。どうもシダです。ってことで約2週間か3週間ぶりかな、まあ約1ヶ月ですかね。まあ本当に皆さんね、長い休止期間ね、本当待っていただき、ありがとうございます。まあ無事ね、いろいろなことがまあ片付きまして、まあようやくね、この YouTube 活動をね、まあ無事復活することができました。でね、ちょっと喋りながら、マリオカートが超絶久々だもんで、ちょっとプレイングはね、超絶お下手くそになりますけど、ちょっとそこはね、多めに見ていただけると嬉しいです。あの本当にマジで久々なんですよ。はい、もうマジで久々でもうやばいので、ちょっとね、皆さんちょっと温かい目で見ていただけると嬉しいです。ってことでね、皆さんね、就職試験とか就職活動どうでしたかっていうね、まあ意見多いと思いますけど、その件についてはまたね、後日の方で話させていただきたいと思いますんでね、お楽しみに。そしてね、まあこの休止期間一体何をしていたか、実はね、いろいろな計画、そしてね、新たな出会いというものを私ね、手に入れてまいりました。はい。で、そしてね、それとともに、まあ自分のね、まあ決心というものが少し、まあ決まりましてですね、皆さんね、まあショートとか、前ね、見てくれてた方ならわかると思うんですけど、まあ実はね、俺、登録者3000人目指すって言ってたんですけど、もうそれより大幅な、まあ目標として、登録者1万人目指したいと思います。まあそのためにね、まあ今のクオリティのままでいいのか、いや、それは良くないです。なのでしっかりとね、まあ少しずつではありますけど、しっかりね、アップデートしていきまして、しっかりね、皆さんにまあ思いが届けられる、まあ素晴らしい実況者になっていきたいなと、思っております。ということで、ここのサンダーは、クソほどいらないです。クソデカため息です。はい、クソデカため息ということで、さあ、ということでね、そんなところで、まあ、一応ね、配信とかもね、だいぶね、まあリニューアルするということで、皆さんね、一応明日ね、スイカゲーム、土曜日スイカゲームやりたいと思ってますんで、皆さんぜひお楽しみにということで、はい、1個使って、2個使って、3個使って、芝居といて、お前はね、芝谷演座オンザビーチといて、うにーいいねーということで、そんな感じで、2レース目いきましょうか。さあ、ということで2レース目やっていきたいと思います。2レース目はね、テレサレイクということでやっていきたいと思います。いきましょう。ってことで、スタートということで、まあ、先ほどね、ちょっと次の話させていただくんですけど、まあ、配信がね、まあ、リニューアルするって一体なんぞやって話なんですけど、まあ、結構ね、いろんな配信者さん見てきて、まあ、ちょっとね、こういう配信がね、いいなっていうのをね、よくね、参考にしてきましたので、まあ、皆さんね、ちょっと楽しみにしていただけると嬉しいです。でね、まあ、動画についてなんですけど、動画はね、もう基本、毎日投稿でいきたいと考えております。ただ、俺、すげえ自分に欠点がありまして、それは何かっていうと、俺、めちゃめちゃサムネを作るのが遅い人間なんですよね。はい、実は。だから、まあ、ちょっとね、今ね、ちょっといろいろ考えてまして、サムネどうしようかなっていうのをね。そう、だからちょっとサムネ問題がね、ちょっとね、いろいろあるんで、まあ、ちょっと毎日投稿はね、徐々に、まあ、ちょっとやっていこうかなと、思っておりますんでね、皆さんお楽しみに、していただけると嬉しいです。一応まあ、週3投稿はね、まあ、しっかりとやっていきたいと思ってますんで、でまあ、それが定着してきたら、まあ、そうなんていうんですか、毎日投稿をね、やっていこうかなと、思っております。ということで、すごいね、危ない危ない。はい、どうぞどうぞ。なんでな。なんでな。テレサで回避してる。それはよろしくない。それはよろしゅうございませんね。はい、ではそんなとこで、さあ、1位はね、見えるんだけど、ちょっとだいぶ荒れまくってるね。1位のやつがもう完全に打外民だから、これはね、許せんなーって話で、ごめんなさい、ヒカマニが出てしまいましたということで、もう1位のやつ強すぎてワロタンゴシャンシャンってことで、ワロタンバリンシャンシャンということで、はい、引かれといて、はい、3位でいいよ、3位でいい、はい、5位やないかいということでね。まあ、今日はね、まあ、ラスト1レースだけ走ったらもう今日はね、終わりにしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。ということで、ラストレース行こうか。さあ、ということで、本日最終レースやっていきたいと思います。本日最終レースは SSC マリオサーキット3ということで、やっていきたいと思います。ということで、ね、最後に、いいコース来たじゃん。打開コース。さあ、ここでちょっと髪高い見せて、今日はね、締めたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、最終レースなんで、まあ、ちょっとね、実況しながら今日は最後やっていきたいと思います。まあ、ちょっとその前にちょっと喋りたい、告知したいことがあるので、ちょっと先に喋らせてください。近日中にですね、私シーザー、4万レート耐久配信をやりたいと思います。皆さんお楽しみに。はい、前回かな、
前回の動画でね、5万レート目指しますって言ってたんですけど、1ヶ月ちょっと無理でした。はい、申し訳ございませんでした。全言撤回させてくださいということで、まあ切り替えてね、ちょっと4万レート目指してね、ちょっと頑張っていきたいと思いますのでね、皆さんね、お楽しみにということで、はい、日時はちょっと決まり次第、動画で報告したいと思います。はい、ということでそんなところで、久々にマリオカート実況やっていきたいと思います。はい、ということでそんなところで今のところ8位ね、まあ悪くはない。うん、ここは打開だから、こう打開を完璧に決めればかっこいい。そう、かっこよく締めたい俺は今日は。そう、よろしく。さあ、ということでそんなところで、まあ、ここはちょっと一旦ダブル割っとこう。うん、ダブル割っといて、ダブリング割っといて、ダブリング割っといて、オッケー。サンダーがここで到来。うん、まさに到来来ました。これは神ゲーです。これは神ゲーと化しているよ。さあ、ということでね、今ね、サンダー振ったから、これはね、問題ない。30秒以上はね、サンダーが来ないシステムなので、もうこれは安心してキラーを運んでいけるという、ムーブメンツができた。ムーブメンツが。さあ、見ておいてください、皆さん。さあ、ということで、ここでしっかりと、インをついて、赤ゴラ来てないよね。ただ、やばいやつが、めっちゃ来てるけど、めちゃコミックーって話で、よし、ここで使っていく。ここで使っていって、ワンチャン 1! あっ、サンダー来たけど、これ負けた。めっちゃ気持ちいい。サンダー回2月決めたのに負けるっていう情けない男ということで、まあオチとしては完璧なんじゃないでしょうか。ということで、そんなところで本日ここまでにしたいと思います。次回から、いつも通りマリオカート実況やっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。ということで本日ここまでにしましょう。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。